ここで父が死んだらもう私の人生終わるね、一人では生きていけませんみたいな。今回のママは池の三つ江ママ48歳。 JR 川崎駅から徒歩9分、平和通り商店街にひっそりとお店を構えるラウンジシスターボーイ。豪快な笑い声で川崎を盛り上げる三つ江ママの人生とは。こんばんは、よろしくお願いします。ママはどういった家庭で育ったんですか？まあ、子供の時からちょっと裕福な家庭で育ったので、蝶よ花よと育てられの今は夜のがみたいな感じかなっていう。裕福な家庭でのびのびと育った三重ママですが、やんちゃに育ちすぎてしまい、両親はママが中学生の時にある措置を取ります。生意気だったんだと思うのすごく、はいはい、だからいきなりアメリカに島流し系、どうせアメリカに行かせていただけるんだったらニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルスね、遊びに来ましたみたいな、うんうん、そういう方が良かったけど、ミネソタ州、うん、本当に周り何もなく、うん、トウモロコシ畑の、うん、そのど真ん中にでっかいお家が建ってるような、そういうお家にホームステイで何ヶ月もいるようにっていう風にさせられたことがあるの、うん、当時ミネソタ州にホームステイをする人は珍しかったため、三つ江ママはちょっとした有名人に。そこの新聞には載ったね。なんで？あのハンバーガー、マクドナルド、チーズバーガー、ピンクレディ、それしか喋れない女の子が日本から来たってもう一面にそれで、あのベジタリアン、食べるものもお肉を食べないうちで、結局その留学はベジタリアン生活のせいかホームシックになってしまい、およそ1ヶ月で終了。私ね、アメリカ行ってね、3キロ痩せて帰ってきたの。帰国後もおてんばな性格は治らず、高校生になってからはホストクラブにはまり、なんと数億円もの親のお金をホストに貢ぎ込んでしまった三つ江ママ。10代のうちから水商売を始め、20代で自分のお店を持つのですが、困った時は親頼み。借金になると、パパお願いしますって言って電話で、うん、で父に尻拭いしてもらうぐらいな、そんな勢いの、ダメだね、ダメな子でしたね、昔からパパって呼んでるので、パって言うと、また金かって言うのがうちの父の口癖だな。悪い娘ですね。そうだね、今もだけどね。そんな三つ江ママは恋愛の方も自由奔放で、現在子なしのパツさん。3人目の旦那さんとの離婚の原因は壮絶なものでした。結局は私が行けなくて別れたんだけど、3回目何したの？まあ矢口もう焦っちゃったよね、うん、もう本当ほとんど裸状態で、うわちょ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 って、うんうん、友達来てるからなんて、友達じゃないよね。他にも不倫相手の奥さんに川崎駅で待ち伏せをされ、包丁を見せつけられたり、危険な場面に何度も会ってきたというママ。しかし最近は恋愛どころではないようです。もうね、更年期入ったらもうセックスするのが嫌なの、もうめんどくさい、そういうことが。今男当分いらない、もう犬さえいればいい、もう男飼うのは十分です。ということで、ママのご自宅にいるワンちゃんたちにスタッフが会いに行ってきました。こんばんは。はい、こんばんは、どうぞ。はい、どうぞ。こんばんは。広い、何にもないうちでしょ。広い。ママと3匹のワンちゃんが住むこちらのマンションは 3LDK で家賃17万円。ワンちゃんがのびのびと走り回れるように広いリビングのお部屋を選んだそうですよ。やっぱりバニーは飼い主に似て男が好きだもんね。男と住んでるとあでもね、猫もねって言われるけど、犬と住んでて文句言われないもんね、忠実だから。もう愛おしくてしょうがない。童貞だからこっから攻めていけ。嫌だって。三つ江ママには最近ある悩みがあるそうです。
この 2,3 年で私は本当に15キロぐらい太ってるから、必ず飲んだ後に食べたりとかしてたら太ったね。それは太いますよ。だからなんとか痩せよ、元に戻そうとは思ってるの。だから撮影が入るの1ヶ月ちゃんと前に言ったよねって言ってあったのに、急遽来ちゃったから痩せられなかった。怖いわ、ここのスタッフ。ダメダメちゃう、ダメダメちゃう。バーレットが朝日に変わる、その時一羽のカモメ